はい、どうも、A10031I です。前回ちょうど画面が変わったくらい終わりました。では、本日は続きに見えます。どういうことなのだ、ゴッドネロスよ。アイアゼーバーチ・ダークを壊滅させられるとは。お前は一体何をしておったんだ、この役立たずめ。必ずやガイアセーバーズの息の根、止め。海峡の怪獣、隕石怪獣、ディア。デビルガンダム、クイライ様へ献上しよう。それがあなたの身のためです。くれぐれも風魔に対し邪念など抱かぬように。神官ポーよ、ダークの壊滅は計算のうちなんだ。それにディルはまだ死んだわけではない。私を夜の闇に包め。かしこまりました。前回光明寺博士はなんとトップガンダによって脳移植もされて戻っていました。しかし、今ネロスは言っていました。ギルはまだ死んでいない?どういうことなのでしょうか?気になります。世は神、帝王ネロスなり。いでよ神聖ネロス軍団の外星たちよ。鎧軍団、外星、クールキン。センターロボット軍団、外星、バルスキー。うん。あやつはどうした?新軍団の外星がおらんぞ。おい、北海道。レッツ、北海道。ブルー、北海道。シルバー、北海道。はい、北海道。はい、破壊だ。時が来た。今こそ破壊ロボット軍団、破壊道部隊の立ち上がる時だ。世界を闇に、全世界を夜の闇に、夜は我らが征服する。立て、破壊ロボット軍団、破壊道部隊。脳の移植技術は成功したようだな、プロフェッサーギル。帝王ネロスよ、過去の名はもう捨てた。今の俺は破壊ロボット軍団、外星破壊だ。必ずや破壊ロボット軍団が機械だ、いやガイアセーバーズの息の根を止めてみせる。任せたぞ、破壊だ。この物語セッション忘れになったら困ります。暗殺ロボット軍団、外星ワルダ、お前の剣能でも期待しておる。拙者の逃走回路が突然命令を下せば、ガイアセーバーの一刀両断に立そう。闇の帝王、ゴッドネロスに栄光あれ。なんということでしょう。ギルは死んでいませんでした。ギルの脳を破壊弾に移植することで、ギル破壊弾が誕生してしまったのです。しかも恐ろしいことに、3体の破壊だ。前回も今回もイベントだけですので、ちょうど区切りがいいということで、本日はここまでといたします。これから先、ガイアセーバーズはどうやって戦うのか、ネロス帝国はどんどん大きくなり、そしてフーマーや ETF は、そして今もどこにいるか分かんないデビルガンダムはどこなんでしょうか。続きはまた次回ということで、それでは皆さん、さようなら。